老健榊紅葉チャンネルです。今日は新型コロナウイルス感染症防止のために1都3県共同メッセージ等の周知依頼についてをご紹介していきたいと思います。周知用共同メッセージについて及び共同メッセージに関する知事コメントについてお知らせいたします。まず1都3県共同メッセージに関する知事コメントについて、都民、県民や事業者の皆様には感染拡大防止にご協力ご尽力いただき心より感謝申し上げます。今我々が直面しているオミクロン株は感染力が極めて強く、家庭や学校、保育所など生活のあらゆる場面で感染が広がっています。このため1都3県では1月21日からまん延防止等重点措置を適用し、感染拡大防止の取り組みや医療提供体制の強化、ワクチンの追加接種の促進など全力で取り組んでまいりました。現在新規陽性者数は減少傾向に転じておりますが、高齢者を中心に重症患者数が高い水準で推移しているなど、医療提供体制は依然として厳しい状況が続いています。まん延防止等重点措置の延長が決定され、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るために基本的対策の徹底を継続するとともに、自らの生活シーンに合わせた対策を講じることが大切です。また重症化予防等の効果があるワクチンの追加接種は皆様の命と暮らしを守るとともに、医療提供体制の改善が期待されるため積極的に進めていく必要があります。これまでも皆様一人一人の行動が大きな力となり、感染の大きな波を乗り越えてまいりました。一日も早く日常生活を取り戻すために我々もあらゆる手立てを講じてまいりますので、引き続きのご協力をお願い申し上げます。東京都知事、埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事コメントでした。続いて周知用共同メッセージということで、都民県民の皆様へということで資料が何点かついておりますので、こちらも確認していきましょう。